こんにちは。こんにちは。今日はですね、特別配信、プロライフ、プロライフのですね、デモンストレーションに参加するします。はい、タイさん、こんにちは。ここはですね、築地というところですね。東銀座に近いところなんですが、リエさん、チャイさん、ハレリア。ここから毎年スタートします。ちょっとですね、どんな様子かお見せしましょうね。リエさん、こんにちは。こんな感じですね。これがですね、築地の、カトリック教会なんですね。あまり、カトリック教会はですね、私は私の宗派はプロテスタントなので、あれなんですが、一応ここがスタート地点ですね。ここからスタートして日比谷公園まで行きます。だいたい1時間ちょっとぐらいですかね。1時間ちょっとぐらいなんですけど、今日はですね、幸いに涼しくてですね、涼しくて非常に、このデモしやすいというか歩きやすいということで、はい、コレクニさん、こんにちは。こんにちは。はい、ちょっと戻しましょうかね。今日はですね、ツイキャスとフワッチだけなんですが、その理由はですね、歩くのでちょっと手軽にということですね。こういう内輪もあります。中絶やめようということなんですけど、これはストップアボーションナウ、ストップアボーションナウと言いますね。これをですね、ちょっと仰ぎながら行きたいと思います。節子さん、こんにちは。節子さん、こんにちは。外国の方が多いんですよね。外国の方が多くて日本人が少ない。結局ですね、クリスチャンが、ほとんどなんですね。クリスチャンが中絶反対、ちょっとこう座りましょう。クリスチャンが中絶反対をします。タラさん、こんばんは。そういうわけで、ほとんどの方がクリスチャンだと思いますが、でもカトリックの方が多いんですね。カトリックの方が多いんです。はい、ルルさん、こんにちは。カエルさん、子だくさんのキューちゃん牧師が言うと説得力が高いんです。チャイさん、ツイキャスからも応援しますね。そうなんです。カエルさんね、私はプロライフの運動をしてですね、その子供っていうのは、賜物であると、賜物であると、望まなきゃいけない。神様が与えてくださるものは喜んで、受けなければならない。そういうふうに考えるようになってから、子だくさんになりました。ですから私が子だくさんの理由は、そのプロライフが、その動機なわけですね。理由なんです。はい、アトミックさん、ハレリア。この中絶問題は根深いと言いましょうか、タブーと言いましょうか、まだまだですね、タブー視されているのではないかなと思います。私たちはプライバシーがありますね。プライバシーがありますから、あまりそういう経験のある人に対して刺激したくはありません。ですから私たちはプライベートで言うのではなくて、公に、社会に問いかける、社会に問いかけるという形でデモをします。そして、中絶問題とは何か、普通はですね、あえてタブーに挑む勇気、神様が見守ってくれます。ありがとうございます。
本来はですね、赤ちゃんというのは結婚して儲ける場合が多いわけです。あ、劉備さん、こんばんは。本来はですね、結婚して子供を儲けるのが、まあ、本来のあり方です。キリスト教的な考え方も違います。キリスト教的な考え方は、その信仰結婚の中で、信仰結婚の中で子供を儲ける、それが正しいあり方です。しかし、人間の罪はですね、こう性的錯綜といいましょうか、結婚外の男女関係、婚外交渉といいましょうかね、婚外交渉のによって結婚外で妊娠してしまうことがあるわけです。チャイさん、私も子供が6人いるので分かります。あ、素晴らしい。チャイさんも、6人いる。リュウさん、殴られないように気をつけてね。いや、ほとんどね、毎年やってますけど問題ないですね。過激なデモじゃないんですね。非常に、おまわりさんもいてですね、おまわりさんもいて守ってくれるような、そういう感じです。向井さん、梅雨空のジメジメしたお天気は続きますが、今週も体調管理に留意して健やかな日々を過ごしますようによろしくお願いします。冒頭ではありませんよ。冒頭ではありません。もう一度ですね、ちょっと外をお見せしましょうかね。こういう、まだね、スタートしてないんですね。もうすぐスタートだと思うんですが、今スタート直前という感じでしょうかね。今スタート、デモのスタートですね。ここから1時間ちょっとデモをします。ここは築地と言いました。あれなんでしょうね、あの高いビル、なんだか分かりません。ここはですね、皆さん、オウム真理教の時の聖路加病院って分かりますか。十字架があるでしょ。あれはね、オウム真理教の時に、まあ、被害者がですね、収容された聖路加病院ですね。日野原先生亡くなられましたけど、日野原先生のいた、これが聖路加病院ですね。聖路加病院ですね。そのすぐ近くの、カトリック築地教会、ここからスタートしますね。まだスタートしてますね。確か病院の中に教会がある。あ、そうですね。あ、なんか反対だって、反対。無理と意見が分かる。まず最初の何でしょうか。これはバーナーですね。マーチョアライフというバーナー。ついてください。これでスタートです。スタートしますね。みんな、そういうですね、ウドがハッピー、外国の方が多いと思いますが、早く来てよ、もっと早く。外国の方が多いですね。He was running from the communism. They are so scared from the communism, no? But he converted to Christianity. Ah, 目が見えないことね。He has a horse.
ヤギさん、アメン。ガッデムさん、よろしくさん。手術やめよう、手術やめよう、手術やめよう。You can join if you want. Hi. You know. カエルさん、放送で何回か誘ったんですよ。何回か誘いましたけどね。結構、まあ、外国の方が多いですけど、何人ぐらいでしょうね。全部で200人、300人ぐらいっていうことでしょうかね。ちょっと分かりますね、正確な人数分かりますね。手術の問題はですね、一つはさっきも言ったように不貧困、婚前交渉が理由で、でその避妊が失敗してですね、子供ができてしまった、どうしようどうしよう、子供を産むわけいかない、結婚してないから子供を産んでも育てられない、家庭がないから育てられないね、仕事ができなくなる、学校に行けなくなる、生活費がない、生活基盤がない、まあ、それで下ろすしかないということで、それで、まあ、中絶することが多いわけですね。ですから中絶の問題は不貧困の問題でもあります。もちろん結婚しててですね、結婚しててもう子供ができたら経済的に厳しいからって下ろす人ももちろんいます。ですから不貧困の問題だけではありませんけど、不貧困の問題とそれから経済の、まあ、問題でもあるんですけど、私はですね9人子供がいて、まあ、お金がなくても育てられる、お金がなくても育てられるという確信があります。そんなにお金はかかりません。かかるとしたら教育費ですね。教育費にお金かかりますけど、でも、私の子供たちは学校行ってません。学校に行かなかったですね、行かせなかったという。だから、まあ、教育費はあまりかからない、考えてください。教育させられないから産まない、教育させられないから中絶する、なんかおかしいでしょ。なんか皆さん本末転倒、本末転倒のような気がしませんか。うちは食費がすごい。赤ちゃんポストは賛成ですか。赤ちゃんポスト、赤ちゃんポスト賛成ですよ。赤ちゃんポストは賛成です。ちょっとアベマリアの歌、アベマリアの歌はちょっと聞きたくないんだけど、困りましたね、困りましたね。スヌーピーさん、ハレリア。はい、このデモはですね、まあ、おとなしいデモというか、
あの胎児っていうのはあの沈黙を保ってるでしょ、沈黙を保ってる、そういうことで、沈黙の講義というか週から実習、胎児はですね、胎児は沈黙してます。お腹の中で沈黙して、もちろん喋れないわけですね。まあそういうことを表して、私たちは静かにデモをする、まあ、静かにデモをするということを私たちは心がけています。あまり叫んだりしないで、わめいたり叫んだりしないで、まあ静かに静かに、まあ講義をする。胎児の代わりに、胎児の代わりに、静かに講義をする、それが、このデモですね。警察の方はね、いろいろ助けてくれてますね。あ、スヌーピーさん、がんが癒されました、アメン、素晴らしい。スヌーピーさん、がんが癒された、素晴らしい、よかったです、よかったですね、アメン、アメン。ちょっと顔出しましょう。そういうわけで、中絶の問題は不貧困の問題、それからもう一つはですね、命の問題ですね。命をどう見るか、私たちは命を軽視しています。つまり罪というのは自己中です。自己中というのは、自分が良ければ他の人はどうでもいい、他の人の命はあまり関係ない、自分の命は大事だけど、自分の命は大事だけど、人の命はあまり軽く見るということですね。で、手術の場合は自分の子供ですね、自分の子供でありながら、自分の子供でありながら、どうして、その軽く見るんでしょうか。それはちょっと不思議な感じですけど、大体全体的にこれだけの人数ですね。そんなに大きなデモじゃないです。まあ本当に200人ぐらいでしょうかね。大雑把に200人ぐらいという感じです。主の祈りですね。主の祈りの、カトリックの人たちが多いのでちょっとですね、マリアの名前がしょっちゅう出てきて、ちょっとまあ
一緒にやっていいのかどうかちょっと私は分からないんですけど、だんだんカトリックの方が増えてきてですね。それでですね、もうちょっと話していきたいと思います。施設の問題は、その不貧困の問題と生命軽視の問題だということを話しました。で、不貧困はですね、性病の問題もあります。性病の問題もありますし、また同性愛の問題もあります。私たちはその同性愛も不貧困の一つと考えます。神様の秩序は、男女が、ね、一対一で男女が一対一で結婚の中で性的な営みがあって、そして子供を設ける、これが神様の秩序ですね。神様が作られた秩序があります。罪というのはその神の秩序に従わない、罪というのは神の秩序に従わないで、自分勝手に好き勝手に、婚前交渉をして中絶をして、その結婚という神様の、栄光なんですけど、神様の栄光を汚す、神様の素晴らしい人類に対する恵みを台無しにしてしまうということなんですね。生命ですね、こういう感じですね。生命軽視はですね、人の命を人と思わない、つまり暴言暴力はまさに生命軽視、戦争も生命軽視、いじめ、パワハラ、セクハラ、虐待、全部それは生命軽視なんですね。つまり現代社会の問題は生命軽視だと言えるでしょう。で、その極めつけが中絶ですね。中絶こそ生命軽視の、極めつけです。私は日本だけで1日1000人の人が、中絶されると言ってきましたけど、一応統計的にはどんどんここ数十年中絶の件数が減って、今現在は、1日500人の人が日本だけで1日500人の人が、中絶、500人の赤ちゃんが中絶されているということです。仮にキリちゃんの牧師のお子さんが同性愛者がいたらどうするんですか？いや、愛しますよ、愛しますし、差別しませんし、癒されるようにお祈りしますね。癒されるようにお祈りします。
それで、ですから社会のいろんな問題、社会の、あらゆる問題の根本は罪ですが、その罪の一つが、生命軽視ですね。生命軽視。そしてその生命軽視というのが差別とか虐待とか殺人とか暴力とか、あらゆる形に、あらゆる形に現れます。その罪の本質は、まあ、悪魔の心とも言えるでしょう。悪魔の心がですね、人間を対する殺意、人間に対する殺意、人間に対する敵、それが多くの人はその悪魔の、心を受け取ってしまって、そして、人間軽視になっています。はい、ライフさんいらっしゃい。結婚牧師も私が全部悪いと、言って、結局牧師も私が全部悪い。あ、これ綺麗ですね。これはあの、ムクゲですね。夏の花です。いいです。ムクゲいいです。それで結局はですね、その罪を解決しなければ、つまり皆さん、人の命を愛しくなる、人の命に無関心、人がどうなると構わない、人が傷ついても、ね、どうなっても構わない、それがですね罪なんですが、それは結局人の命を愛しむ、人の存在を愛しむ、人の心を愛しむ、はい、桃子さんこんにちは。私たちは、その根本的な問題は人間の罪だということです。つまり人を愛さない心、人を愛さない心、そこに問題があるということですね。私たちは、むしろかえって、例えばみんながね、中絶
しなさいって言われた時に、いや私は、この子を守ります、ね、私はこの子を命がけで守ります、誰が中絶しろと言っても私は中絶しない、命がけで産む、命がけで産む、でそのようなかえって逆に、命がけで命を守る、命がけで命を守る、まあそのような気持ちが大事だと思うんです。エチルさん伝道しながら更新は大変でしょう。今日はね本当に涼しくていいですよ。いつももっと暑くてですね、途中でヒートオーバーしちゃうんですけど、今日は涼しいのでヒートオーバーしないでなんとか最後まで歩けると思うんですが、電波悪い、ああ申し訳ないですね。あ、オーバーヒートね。ヒートオーバーって言ってた。オーバーヒート。今度はちょっと画面を変えますが、そういうわけで皆さん、この中絶問題は中絶問題だけの問題ではない。その中絶問題を通して私たちは自分の罪、人間の罪、この世の罪というものを私たちは理解することができます。神様はいろんな問題を通して罪を教えようとしています。虐待問題を通して人間の罪を教えようとしています。いじめ問題を通して神様は人間の罪を教えようとしています。そして中絶問題、中絶、喋りはオーバーヒート、喋りはオーバーヒート、神様は中絶問題を通して人間の罪を教えようとしているんです。ぜひ皆さん、私たちの中に人の命を軽く見る生命軽視の心があることを認めましょう。それは悪魔の心であり、その罪を取り除くためにイエス様は十字架にかかって死んでくれました。イエス様が十字架にかかって死んでくださったのは、私たちのその生命軽視の、その罪の心を取るために、生命投資の生命軽視の心を清めるために、ですから皆さん、サタンはですね、サタンは人殺しです。赤ちゃん殺しです。人の命を憎んでます。人の命を憎んでます。ですから罪というのは、人間がそのサタンに同調して人の命を軽視する、人を憎む、人の命を尊重しない、そういう心になっている、それが罪なんです。
それが罪なんです。ここはなんか高速道路ですね。そういうわけで皆さんも、私はもちろん中絶反対の運動をしているわけですけど、皆さんもその中絶反対の理解をして、皆さんも個人的に中絶反対の考え方を持ってほしいですし、またそれだけではなく、人の命を軽視するのではなく、人の命を尊重し、人の命を尊重し、人を憎んだり、差別するような心を皆さんも、ああ私の心の中にそれがある、私の心の中にもそのような差別する心、憎む心がある、それを悔い改めよう、私は悔い改めて、イエス様に許してもらって、イエス様に許してもらって、そのような罪を取ってもらいたい、そのような罪を洗い清めてほしい、ここはどこでしょう、ここはどこ、ここは銀座ですね、多分。多分銀座ぐらいかな。にゃこさん、あなたは高価でたっとい。イザヤ43の4。イザヤ44の4。人口調整を進めています。今この20世紀に入って人口が爆発的に増えています。世界で人口が爆発的に増えています。多くの人はそれは困る、人口が過剰になったら困る、人口がコントロールしなきゃいけない、人口をコントロールしなきゃいけないと多くの人は思います。そうじゃないんですね、そうじゃないんです。今終わりの時代です、もうすぐイエス様が再臨されます。私たちの人類はずっと続くわけではありません。もうすぐですね、人類が終わってしまいます。神様はその人類を爆発的に、増やし、一人でも救われるために、神様は人口爆発を起こしているんです。ですから人口爆発の目的があるんですね。人口爆発の目的があります。ですから私たちは人口爆発に懸念を示す必要はありません。
神様がちゃんと責任持ってくれます。あ、エクステさん、こんばんはですね、ごめんなさい、こんばんはですね、もうこれから帰ってちょっと放送は無理なので、今晩の7時の放送はキャンセルです、ごめんなさい。この放送があと30分ぐらい続く、30分か1時間続きます。ですから、7時の放送は、今日はありません。7時の放送はありません。ですからぜひ皆さん、この放送だけですね、この放送だけです。ここは京橋ですね。京橋っていうのは東京の京に京橋ですね。京橋。ですから皆さん、全ての人類の問題、社会の問題を解決する鍵があります。全ての原因が同じなんです。全ての、社会問題、人間の問題、あらゆる社会の問題の原因が同じです。皆さんご存知です。ヒトさん、アベマリア良くないですか？良くない。良くない。アベマリアはね、要するに、ただいまデモ更新が進行中です。デモ更新はこの交差点を直進をします。歩行者の方、ドライバーの皆さん、今しばらくお待ちください。警察官の交通整理にご協力お願いします。ただいまデモ更新が進行中です。ハレリア、ハレリア。そうなんです。外国の方が多いんですね。デモはカトリックが主導してるんですか？いや、初めは違ったんですけど、だんだんカトリックの方が増えてきてますね。外国から来てる方もですね、わざわざこのデモのためにですね、台湾からもう10人とか15人とか、もうすごいですね、毎年。台湾の、プロライフの団体ですね、プロライフの団体が10人から15人ぐらい、参加します。すごいですね。このデモはですね、特別プロテスタントのデモとかカトリックのデモとかいうことではありません。超教派といいまして、誰でも中絶反対する人は参加できる、信仰がない人でも参加できるということです。ただ中絶反対、
訴えることも大事ですが、そうではなく、なぜ中絶がダメなのか、なぜ中絶がダメなのか、それをですね、学びたいと思います。知ってほしいと思います。多くの方はただ中絶がダメということではなくて、ちゃんと理由があるんですね。その理由を知ってほしい。そしてそれは中絶だけの問題ではない、社会のあらゆる問題と関係がある。社会のあらゆる問題と関係があるんだ。暴力暴言と関係があるんだ。争い、人間の争い、人間の憎み合いと関係があるんだということですね。このでも私が主催者ではないので、この主催者はもちろん仏教の人も OK、 イスラム教の人も OK だと思います。まあ私がもしデモを主催する場合には、どうするかちょっと考えていませんが、この主催してる人は、まあ、誰でも OK ということですね。もしですね、ここはどこ？ここは、ちょっと声出した方がいいように気がするんですけどね。太陽を守ろうとかね、中絶はやめましょうとかね、 声かけた方がいいんじゃないかと私は思うんですけどね。私はデモに参加してるの、撮影してるの、参加してる、デモに参加してます。もう私はですね、このプロライフの働きを40年近くやってますね、40年。昔はですね、原宿でですね、ローラースケートを履いてですね、ポスターを持ってですね、歩行者天国を走り回ったこともあります。車にですね、車にいろいろ中絶反対の言葉を書いて、街中を歩いた、走ったこともあります。またテレビでですね、中絶問題でテレビに出て討論したこともあります。いろんな活動をしてきました。1901年かな、東京で、生命尊重会議、国際生命尊重会議を開いてですね、上智大学で国際会議を開いたこともあります。その時は、胎児の人権宣言、胎児の人権宣言を宣言しました。そういう働きをしてきました。まあ多くの人はですね、胎児の人権宣言になって聞いたことないと思うんですが、まあ私たちプロライフの世界では、
世界中のプロライフの団体は知ってると思います。このですね、マーチフォアライフ、マーチフォアライフ、なんと世界ではすごいですよ。世界ではですね、アメリカでもブラジルでも何十万人の人がですね、このマーチフォアライフ出るんですよ。皆さん、日本は200人、あ、ちょっと残念ですが、日本は200人しか、参加しませんけど、世界ではですね、何十万、場合によっては100万超える時もあるんですよ。そのぐらいこのプロライフの人たちは多いんです。これはここはどこでしょうね。ここはちょっと字が読めない有楽橋という、ね、有楽町の近くですかね。有楽橋。エチュさん、日本では中絶に対する関心が少ないんですね。そうですね。いや、タブー視してますからね。タブー視してますから、もうそういうことは話したくない、聞きたくない。ほっといてほしい。それはそうですよね。多くの人がですね、あまり関わりたくないテーマですね。関わりたくないテーマです。だんだんオーバーヒートでちょっと言葉数が少なくなってきますが、今日はインタビューする人がちょっといないですね。どこですか？ここはですね、銀座西2丁目。銀座西2丁目です。銀座西2丁目。そうです、銀座西2丁目ですね。銀座西2丁目なぜ一緒に歩かないんですか？まあ、遠くから見る方がですね、遠くから見る方が、にゃこさん、プロライフの働きが祝福されますように。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒットさん、読みの国、地獄ありますよ。地獄は、地獄あります。多くの人は知らず知らず
罪を知らずに、罪のうちに死んで地獄に行ってしまいます。神様はいろんな問題を通して、罪を教えようとしています。その罪はいいことをすれば許されるということではなく、その罪は十字架によって初めて罪が許されるということを神様は教えたいのですね。神様は一人一人の罪を許して、十字架で許して、そして、地獄に行かないで天国に連れて行きたい。神様は一人でも天国に連れて行きたい。それがですね、神様の御心です。神様の御心です。言葉が少なくて申し訳ありません。ちょっと休んでましたけど、そうですね、次何の話をしましょうかね。神様は、私立問題は私立を責めているというよりも、あなた方は自分の子供をなぜ殺すのか、考えなさい。なぜあなたは自分の子供を殺さなければいけない状況に陥ったのか。それは不貧困という神様の教えに従わないで、不貧困して中絶して、そして妊娠して中絶をしてしまった。
その罪を教えたいんですね。不信仰ということを通して中絶という思い、中絶という思い、罪を通して不信仰という罪を教えているんです。誰でも中絶は良くないって分かると思います。誰でも好きや橋ですね。好きや橋誰でも中絶は良くない、誰でも中絶は良くないって分かります。じゃあなぜその良くない中絶をしてしまうのか、なぜそのひどい中絶をしてしまうのか、それは不信仰という罪を、不信仰は罪なんだよ、不信仰は罪なんだよ、不信仰は罪なんだよということを教えるためです。そしてあなたにはこの小さな赤ちゃんを愛する愛はないのか、この小さな赤ちゃんを愛する愛はないのか。神様は一人一人に訴えています。神様は社会問題を通して、神様と人間の関係を訴えています。あなた方はどうして愛さなきゃいけない赤ちゃんを愛さないのか、どうしてあなた方は愛すべき赤ちゃんを愛さないのか、どうして守るべき赤ちゃんを守らないのか、どうして大事にしなきゃいけない赤ちゃんを大事にしないのか。あなた方は一体何を考えているのか。あなた方は自分の都合のために人の命を殺すのか、自分をなぜ優先するのか、なぜ自分を優先するのか。それが罪なんです。罪というのは、自分を優先することです。人よりも自分を優先する、それが自己中です。自己中が人間の罪です。多くの人は、神様によって導かれて、悔い改めを導かれているんです。はい、さとちゃんこんにちは。はい、サミヤさん少し疲れてきました。喋りながら、だと少し疲れますが、でももうそんなに、もうちょっとですね、もうちょっと頑張ります。ももかさん、小さな赤ちゃん、命を殺してほしくありません。小さなごめんなさい、お腹の中の赤ちゃんを愛しています。アメン、アメン、アメン。
リュウビさん死んではいけません、リュウビさん死んではいけません。サタンは背中を押してるかもしれない。でもイエス様が守ってくれます。イエス様が守ってくれます。イエス様が守ってくれます。死んではいけません。霊的戦いというのは命の戦いなんです、霊的戦いというのは命の戦いです。この人生は命の戦いです。死ぬか生きるか、死ぬか生きるか、この人生は命の戦いなんです。多くの人は、悪魔によって殺されつつある。悪魔によって殺されつつある。多くの人は知らず知らず、知らず知らず悪魔に、殺されつつあるのです。ですからイエス様が一人一人を救うためにこの地上に来ました。イエス様は皆さんが死んでほしくない。イエス様はみんなが死んでほしくない。皆さんが生きてほしい。皆さんが生きてほしい。皆さんが生きてほしい。胎児が死ぬことは神様の御心ではありません。胎児が死ぬことは神様の悲しみです。今年はね、LTL からは誰も来てないですね。毎年一人二人はいたんですが、今年は、誰もいないですね。どんな命も尊いです。どんな命も尊いです。どんな命も尊いです。これあの銀座の柳って、これあの皆さん銀座の柳って聞いたことある？これ銀座の柳ですね。銀座の柳、近親相姦でも産むべきでしょうか、産むべきです。障害があっても、レイプで妊娠したとしても、産むべきです。なぜならば、生まれることによって、生まれることによってイエス様と出会うことができるからですね。イエス様と出会って、何か見ながらですか？
してるんですか。あ、そう、今ね、放送してるんですよ。え、そうなんですか。あの、インタビューできますか。あ、いいですよ。あ、そう。はい。日本語、ね、日本語。あ、いやいや、はい、日本語でいいですか。はい、いいですよ。ここに参加された目的は、あのですね、はい、聖母のメッセージで、あの、堕胎はね、罪だっていうことを聞いて、で、私自分の母がね、堕胎をしてて、で、そういうこともあって、やっぱ身近に感じてるので、それで、あの、やはり命だっていうことをね、あ、なんていうのかな、あの、やむにやまれぬ事情でそうなるんだとは思うんですけれども、あの、なんていうのかな、魂に大きな傷を残してしまうので、あの、本当に、なんていうのかな、イエス・キリストのね、なんていうのかな、生贄、身代わりの死を信じて、本当に真剣に悔い改めないと、そのまま行くと地獄に連れてかれるぐらいのね、すごい罪なんだなっていうことを、あの、そこでもう軽く考えていたので、私自身は子供を妊娠したこともないので言う権利はないんですけれども。いや、そんなことないです、そんなことないですよ。いや、本当ね、そうだと思いますよ。女性はもう妊娠するだけで大変なんで、するだけ大変、中絶、あの、継続も大変、育てるのもっと大変と思いますから。でもなんか、罪をね、罪だっていう認識が思っていただいた方がいいかなって思ったので、はい、偉そうに言っちゃってすいません。どうして多くの人は、どうして多くの人は中絶をするんですか。私の母に限って言えば、私が、障害者っていうか、あの、ちょっとね、こう、公害ですで生まれたんですね。それで、下にね、女の子ができたらかわいそうだっていうことでね、あの、でもね、そういうこともあったらしいんですけれど、あとは、でも人の話を聞くと、育てられないっていうことが多いんじゃないかなと思うんですけど、お金かかりますものね、子供ってね。あのね、私で9人子供いるんです。ええー、嘘。すごい模範的。で、ね、うん、で、あの、教育費にお金かかるので、あ、そうなんですね、子供たちに学校行かせない。あ、本当、お金かかんない、教育費にお金かかんない、うんうんうん、ね、なんで昔はそうだったわけですかね。え、昔、うん、そうだったかもしれませんが、うんうんうん、でもね、教育しないわけじゃなくて、わかります、うん、自分で教えて、ね、教えて、あの、自分で教えて、素晴らしい、お金、教育費をゼロにして、あ、一番いいですね。だってほら、人間で一番大事なことって何ですかね。まず生まれることですよね。あ、そっか。生まれなければイエス様に会えないですからね。そうですね、おっしゃる通りですね。生まれて、はい、イエス様に会うことが、うん、そして信じることが、あ、そうですね、そして永遠の命を持つことが、そうですね、おっしゃる通り、生まれてくる目的じゃないですか。あ、そうです、そうですね。それがもう達成されなかったら、もうほとんどね、うん、意味がないか、まあ、なんかね、悲しいことに手術された赤ちゃんはね、うん、天国で、あの、いるっていうのは、私、そうなんですか、私聞いたことがあるんですけど、ね、私も聞いたことあるような気がするね、うん、なんか7歳以下の子供はみんな天国にすぐ行くとかね、その年も聞きましたよ。7歳以下、うん、7歳以下の子供、7歳以上が責任能力があるので、受け改め必要があるって話は聞きましたけど、あ、堕胎された子供も天国行くんですね。あ、まあ、それは証、あの、それは聖書にね、そう書いてないんで、あの、はっきりは言えないんですけど、でも私も聞いたことある、それ信じてます。天国行った人が何人かいましたね。あ、そうですか。で、天国行って、その、手術された子供たちを見たという人が、あ、本当ですか、よかった。本当にね、もうなんか小さい子供が癌とかで苦しんでて、本当に命を伸ばしてあげるのでね、親御さんが苦労してらっしゃって、いや、7歳以下だったら天国行くのよって、で、本当に伝えてあげたいですけど、なかなかね。そうですね、うん、あの、堕胎時もね、あ、でもそう思っちゃうと、だから、あの、サタンに騙されてね、うん、で、お金がないから育てられないよとかね、うん、あの、ね、お金ないから無理だよとかね、そうじゃないんですよね。そうですよね、お金がなくてもね、ちゃんと急に埋めるんです、お金なくて。あ、そうなんですよね。で、ちゃんと神様が面倒見てくれる、神様に対して絶対的な信頼ですね。そう、みんな急いでね、空の鳥を見なさいってあるでしょ。 あ、 ありますね。で、神様を養ってくれる、本当にいいお顔ですね。ありがとうございます、本当に天使みたい。あ、本当、はい、わお、素晴らしい、ありがとうございます。やっぱり今日私ね、やっぱ人として生まれて大事なのが愛だと思うんだけど、アメン。自分はね、あの、兄弟2人で、はい、やっぱりこう愛に飢えて信仰を持ったものでね、あ、私は、あの、途中からの20歳で洗礼を受けてるんで、前はプロテスタントだった。あ、そうなん、去年カトリックになったばっかり。去年そうです、去年になったばっかり、33年間プロテスタント。私プロテスタント。あ、そうなんですか。マジで、マジで今プロテスタント。あ、待って、どこの教会ですか。東京町田です。あ、町田ですか。あら、本当に、私はね、あの、ホーリネス教団の通道に
あ、辻堂、うん、にあのずっといました、ね、近いですね、町田にね。そうですね、町田もよく遊びに行ってましたよ、ね、あ、そうですかねー、言ったけど そうなんですよ、本当にね、何の、ね、不満もなかったんですけど、神様にね、呼ばれてカトリックに。あ、そうなんですか。はい、どっちでもよかったんですよ、私は。え、私はどっちでもよかった。どっちでもよかった。どっち、うん、どっちもいいから。そうですか、うん、あ、そうなんですか。これね、あの、うん、インターネット放送してるんですよ、ね、あ、今はい、いいんでしょ。いいですよ、いいですよ、うん、で、毎朝毎晩、うん、毎朝毎晩放送してるんです、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあ繰り返し見れるんですか。ね、YouTube でね、うん、あの、英語でパスタキューちゃん、これパスタキューちゃん、パスタキューちゃん、パスタっていうのは牧師っていう、あ、はい、牧師さんなんですか。そうそうそう、あ、そうですか。で、キューちゃんは QCHAN、QCHAN、あ、本当に。で、あの、YouTube で見ればですね、うん、あ、本当ですか。今日のこれを見ることできますか。あ、本当ですか、見たいです。書いてありました。あ、これはいい証拠写真あ、証拠写真参加した。そうですよ、参加した。YouTube で、あの、共有すればいい。そうですね、ね、YouTube じゃないわ。そうですね、あの、でね、はい、これでね、うん、中枢艦隊のね、はい、あの、運動ができます、ね、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。来年も会いましょう。そうですね、お名前何でしたっけ。麻生と。麻生さん、はい、だって岩沢、セテロの岩に沢の沢に、はい、いいんですか。いや、いいんですよどうもありがとうございました。岩沢、岩沢さん、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、すみません。はい、岩沢さんです、ここは内幸町ですね、ちょっと内幸町というと今回 NHK があるんですね。 NHK はあの NHK か、内幸町もうすぐですね。もうすぐです。あそこの森がですね、ゴールですね。あそこの森がゴールです。あれ NHK かな。あれ NHK が違う。国会議事堂見えますか。先の、ずっと先に国会議事堂見えますか。はい、日比谷公園、もうすぐです。今日は涼しくて本当に神様に感謝ですね。素晴らしいインタビューありがとうございました。もうすぐです、もうすぐですね。日比谷公園ですね。日比谷公園。
着きましたね。よかったですね。よかったですね。はい。着きました。はい、ありがとうございました。なんとか感想というか、感歩というか、ありがとうございました。今年は涼しくて、毎年こうだといいんですが、皆さん、命がどれほど尊いか、イエス様おっしゃいました。全世界を得ても誠の命を損じたら何の益があろうか、皆さん、命って尊いんです。命って尊いんです。いい人でも悪い人でも、赤ちゃんでも女性でも老人でも、もちろん障害があっても、命は尊いのです。当たり前といえば当たり前です。今の社会はですね、それを知ってるはずです。手前では知っています。今の世の中は差別はいけない、障害者を大事にしよう、建前では命を大事にしています。しかし問題なのは本音です。多くの人は本音で命を大事にしているのかどうか、本音で命を大事にしているのかどうか、神様が問うているのはそのことなんです。皆さんは形だけですか。皆さんは平和平和といい、また、復讐復讐といい、差別反対と言うけども、本当に人の命を尊んでいるかどうか、神様は皆さん一人一人がその人の命を愛さない罪、人の命を差別している罪、それを 解いているんですね。ぜひ皆さん今日の放送を見て、ああ命って尊いんだ、障害があっても中絶してはいけない、強姦されてもその赤ちゃんは尊いんだ、赤ちゃんの生存権があるんだ、小さな赤ちゃんに生存権があるんだ、神様は小さな赤ちゃんを愛して、小さな赤ちゃんを愛して、今日の放送を聞いて、ああ今日の放送で本当に命が尊いんだ、イエス様を信じて、イエス様を信じて本当に命を尊ぶ人生を送りたい、イエス様を信じて命を尊ぶ人生を送りたい方、アメンと言ってください。アメンアメンアメン。今日の夜の放送ごめんなさい、ないんです。今日これから帰ってももう間に合わないので、今日の夜の放送は中止です。ごめんなさい。今日は、蚊はいなかったですね。涼しくて蚊がいなかった。アメン、アメン、アメン。天のお父様、感謝します。世の中では、日本だけでも1日500人の
赤ちゃんが殺されています、手術が当然当たり前のような世の中になっています。しかしそれは違います。命は、神様に寄せて作られた命、神様が愛している命です。どうぞ今アーメンと言った方々がイエス・キリストを信じて命を尊ぶことができるようにしてください、このリスナーみんながリスナー全員がプロライファーになりますように、プロライフの考え方をするプロライファーになりますように、命を尊ぶ、手術だけではありません、いじめや暴力暴言そのような人を人と思わないような人の命を軽く見るようなこの世の罪、この世の罪を悔い改めます。イエス様どうぞこの世に光を当てて人間の罪に光を当ててください。多くの人が自分の罪に気づいて恥じ入りますように、自分の罪に気づいて恥じ入りますように、多くの人がああ私の罪を許してください、私の罪を許してください、私の罪を許してくださいとイエス様のところに駆け寄ってきますように、一人でも多くの人が悔い改めて、罪から離れイエス様を信じる神の愛で生きるようになりますように、神の愛で生きるようになりますように、彼らを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、ありがとうございました。今年は、なんとか完歩しました。また来年もすると思います、この中絶問題とても大事ですから年に何回かは、タイトルにしたいと思っています。それでは皆さん、今晩は中止です。明日の朝7時にお会いしましょう。ありがとうございました。シャローンシャローンシャローン。ありがとうございました。シャローンシャローン。